こんにちは今日から始める安心着物着物楽安児玉ですえー、と先日コートの形ちょっといろいろというお話をしたんですけれどもえっ、ー、と今日はコートの素材についてちょっとお話をさせていただきたいと思いますえっ、ー、とまあ従来ですねこういわゆるまあ道行きコートなんかを作るものっていうのは基本的にこういう ちょっといわゆるるコートとと呼ばれるちょっとこういう地紋がおったようなまあこういう柔らかいものの生地が多かったんですねで。で、まあ、こうしたものも例えばちょっとこう生地風合いが変わった感じでまあこんな感じでちょっと透かしが入ったようなまあこういうコート地というのも。 ありますでまあこういう例えば透かしが入ったコート地なんかはまあ、あのー、薄物として一枝作ってもいいんですけれどもまあえー、とー春先から秋口用という、まあ、真夏なんかも使えるようにそういうこともできますけれども逆にこう裏地をつけて、えー、と冬用として使うこともできます。でまあ、近年ですねこうした まあえー、とちょっとこう柔らかいものというよりは、えー、最近人気があるのは、まあ、織物のコート地ですねやっぱりこうボリューム感がすごくあるので例えばこうしたこれまあ裏を見ていただくと分かると思いますけれどもこうしたいわゆる織りのコート地ですね。 こうしたものだったりそれからこれも同じですねもっとこれはちょっとこうした感じで折った生地風合いっていうのが出てると思うんですけれどもまあこんな感じで、えー、西地のこういう織物のコート地それからですねまあ裾丈にして 雨ーとアマゴート兼用とか、まあ、あとは、えー、とマント型とかいろいろこう作れるというので、まあ、主沈といってですねこういうちょっとつるっとしたでこれは実は京都の高垣織物さんっていうところが、えー、と作ってる織物なんですけども、まあ、これはあのー、いわゆる、えー、とかつてにおいてえーと まあ、いわゆるその中国からこう来た特殊な記事を見て、まあ、それを再現したという,こう記事なんですけれども、まあ、こういう記事もありますそれからですねまあもう一つ近年結構人気があるのがまあちょっとこう アップで見てもらおうかなこういうですねシルクベルベットといって絹の、えー、ベルベットですね。でまあ基本的にこれ今罠織りといってですね、えー、とここの部分はカットしてないので。 えーとあまり光らないですけれども今こう一枚の葉っぱのところがすごく光沢があるようになっていると思うんですけどこれはこの罠というものの頭をカットしてあるのでいわゆるこうベルベット調になるのででまあ皆さん結構びっくりされるのが薪はこんな感じで太いんですけれども非常にこれは軽いです。でまあ空気を含むので、えー、と非常にこうまあえっ、ー、と。 ああったかかいいという特性がありますねそれからですねねそれらでもう一つは同じ織物でもこれも実は京都の,その高垣織物さんというところがやってる農装束というものなんですけどこれ実はちょっとこうアップにしてもらってこれも織物でできてますね。 でこの織物でできているのが実はこう,裏を見るとこうしてて糸がいいっっぱい通ってますこれ要は織るためのこう糸をが全部こういうふうに通ってるんですけれどもこれはこのまましてててしまうんではなくて実は仕立てる前にこの裏糸を全部カットしまして。 まあ、裏糸をカットしてない時の幅っていうのはこんなふうに太いんですけれども、まあ、ここに裏糸をカットしたものがありますから裏糸をカットして後ろの糸を取ってしまうとほんと普通の反物でまあこんな感じですねでこれちょっと裏側にこう回してみますけど。 織物でこう裏糸をカットしたところが見えると思うんですけど裏糸をカットしてでこう使うんですけれどもこれもやっぱりこういう何て言うんですかねいわゆる、えー、っとモアレというかですねこう光沢が非常に出るそしてあのいわゆる、えー、脳に使うあの脳衣装のような雰囲気の、まあ、そういう呪文を起こしで。 えー、折られていま,すまあこうしたものもこれはまあ結構重厚な感じがするので、まあ、割とあの実はうちでも結構使いやすいということで例えば大島みたいな普段着から大島古門という普段着から、まあえー、留め袖まで、えー、羽織れるということで、まあ、こうしたコート地もあります。そしてあとですね コートって基本的にはまああのおしゃれとしてこうまあ防寒用のコートもあるんですけどまあおしゃれな、まあ、いわゆる正式なものとして、えー、羽織るという点もあるので最近はこういういわゆるレースの透かしのこれちょっと今。 ここにまあ紙を入れてますけども中に着物を着るとこんな感じで透かした感じになるんですけれどもまあこれ雪の結晶でえと例えばこれなんかもこれはまあ,あくまでこうおしゃれとしてのもので防寒というよりはまあ基本的にやっぱり1枚羽織った方がちょっとこう。 中の着物が透かしてこう綺麗ということで着ていただくタイプのものですね。まあ、今そうですねちょうどいいんですけどこうしたまあ、柄物の中に着た場合にこんな感じで透けてきますよね。ですのであくまでこれはもう本当おしゃれということでまあ、こういういわゆるちょっとえっ、ー、とシルクのシルクレースと呼ばれる まあ、ものでコートを作られる方もいらっしゃいます。で、例えばこれなんかも非常に軽くてえー、っと。<laughs> まあ、えー、っと薄くてなんですけども。実際結構やっぱり絹って本当にこう暖かいので、これ一枚でも羽織ると羽織らない。では全然雰囲気が違います。で、これはあくまで中の着物を透かして見せるためのおしゃれのコートですね。 まあこうしたいわゆるシルクレースのコート地だったりそれから前回ちょっとお話しましたけどまあ雨ごうとなんかの場合まあ今本当にこうまあこれがいわゆる従前の雨ごうとと呼ばれるまあ西陣で織ったこうツルツルとしたまあいわゆるシュス折折りりという折り方なんで,すねでまあ素材自体ちょっとこうツルツルっとしているのでまあ水がはじきやすい。 その上に、えー、と防水加工をしますから、まあ、雨に OK ということでこうしたものでこれなんかは、えー、ちょっと天目染めになってるんでなかなかおしゃれなんですけどまあ従前のものですとこういうので真っ赤だったりするのでちょっとあまりおしゃれ感がないというまあその赤にする意味っていうのは一つあって、えー、雨の日というのはどうしても曇り空なんでまあ,あの基本的にこう綺麗に見えるように。 まあ、あのだから蛇の目傘が、えー、と基本的にこうあの舞妓さんの持つようなねこう和紙を貼った蛇の目傘が真っ赤であるというのと同じなんですけれども効果としては、えー、とやはりちょっとあまりおしゃれみがないということで最近は、えー、とこうした、まあ、大島の、まあ、本場もんのこう大島ですねちょっと今一応少子のとこをお見せしますけれども。 こうしたですね、本場大島でも、えー、と基本的にかすりの入っていないこういう島大島といってですねいわゆる食器で折れるタイプのものがあるのでそうするとかなり結構手ごろなんですね。でまあこう色もいろいろこういうきれいな色とかもありますのでこうしたものをですね基本的には。 まあ、あの一回こうあの地のしというかです、ね、水をしっかりしてあげて柔らかくしてあげてそしてそれに防水加工をきちっとかけるということにするとですね、まあ、あのおしゃれなちりよけ兼アマゴートができるということで近年はうちではえー、っとアマゴート用の素材よりもこうしたいわゆる大島の島大島の手頃なものでちり、えー、よけ兼アマゴート。 といいうものを作られる方が多いですコート地ってどうしても、えー、と7メーターがですね例えば西陣のアマゴートなんかだと道行き型しか作れなくてですね、まあ、長さがだいい十11.5メーターっていうので規格で折られてるんですけど、まあ、こうした大島は着物になるようにだい、えー、まあ、えーとまあ、通常よく12メーターっていうふうにお話ししますけど。 まあ実際測ると1 2 5ーから、まあ、13はないですけどそれぐらい長さがありますのでいわゆるお首付きの道中着であったりそれからちょっと変わり絵切りヘチマとかですねそういったコートも作れるので近年はこういういわゆる大,大島の生地に、えー、これをですね、まあ、いわゆるあの,、まあのり毛をきちっと落として柔らかくした上に防水加工をきちっとしてですね雨ごートで使われる方も多いです。 まあそんな感じでですねまあざっくりですけれどもまだまだ実はうちにはいろんなこうコートの素材があるんですけれどもまあ今日はえと一応えーとコートや羽織りになるためのこう素材ということでまあ従来のいわゆる自問起こしのコート地以外のまあこうした織物のものであったりとかそうしたものをちょっとえご紹介させていただきました。 とということで、今日は以上ありがとうございました。